お時間なんですが、ちょっとだけ遅れてます。はい、まあ、5分以内には来るのかなというところなので、もう少々お待ちください。大丈夫ですよ、待ちます。ありがとうございます。ありがとうございます。チラシ欲しいっていう人いらっしゃいます？斉藤さんのチラシもうみんな持ってる。ありがとうございます。持ってます。また、また後でお渡しできるんで、公職選挙法というややこしいルールがあって、街頭演説をしているところでしかチラシを配れない。あとでポスティングとかもダメで、新聞折り込みは OK で、渡せるのは演説している場所で、この腕章をしているスーパーマンからもらえると。それ以外の人が配ると違反になっちゃうんです。で、公職選挙法っていろいろややこしくて、この話前もしたんです。例えば、次のうち選挙事務所で出して OK なのはどちらでしょう。1、コーヒーとケーキ。2、お茶とまんじゅう。どっちかが OK でどっちかがダメ。じゃあコーヒーとケーキがダメっていう人、お茶とまんじゅうがダメって。ダメなのは法律ができた当初すごい昔なんですけどっていうと、コーヒーとケーキダメなんです。なぜなら当時は舶来品で高級だからダメ、もてなしで一般的な茶菓子しかダメみたいなルールの立て付けが元々で、そのルールがそのまんま言ってるので現在にも当てはまる変なルールがあって、例えば僕初出馬したのが2011年だったんですけど、その時は選挙中に立候補者がブログ更新しちゃダメだったんですよ。SNS とかもないので、選挙が始まる前の日に、明日から選挙でさようならみたいな感じでブログを書いて終わる。で、チラシしか配れない。有権者の人が情報欲しい時にブログ更新できないって変なルールだったんですね。でもそうなってたのって結構普通かなと思ってて、そのルール決めてるの誰ですかって言ったら、当時ネットを使わないおじいちゃん議員がルール決めてる。新しい人間が有利になるルールは作りません。じゃあ今に当てはまるので言うと、投票の呼びかけしてくださいねって言ってますよね。メールダメなんですよ。メールダメ。メールアドレスにメール送るのダメなんです。でも LINE は OK なんですよ。SNS は OK。でもメールはダメ。なんじゃこりゃ。いろいろ変えなきゃダメなルールがたくさんあります。で、僕がある県に選挙のお手伝いに行った時に、選挙事務所でめちゃめちゃうどん振る舞ってたんですよ。で、いや、食事とかも持ってるのかじゃないかと。言ったら、まあ、そこはとある県だったんで、選挙事務局長の人に、うちの県はうどんは茶菓子やと言われて、本当に取り締まられなかったという嘘みたいな本当の話がありましたっていうぐらい、公職選挙法って結構ややこしいので、ちょっと調べたらこれやっちゃダメなこととか結構書いてるので、ぜひ調べてみてください。例えば選挙当日に斉藤さんに投票したよって言って、斉藤元彦って書いた投票用紙をアップするのもちょっとダメです。なので気をつけてください。期日前はセーフ、当日ダメなんですよ。っていうそういうおかしなルールの立て付けになってるので、僕ら議員でもうっかりやっちゃうとか全然あるんで、皆さんも気をつけてください。まあそんなことしたって関係ないやんって思う人いるじゃないですか。でも僕の選挙でいうと、学生のボランティアの方とか来てくれたんですけど、初めて当選した次の日、西宮なんですけど、京都の学生さんが次の日一人暮らしの方で、警察が、西宮の警察がピンポンしてました。選挙手伝ってたよねと。で、お金もらってなかったとか、うどんもらってなかったって言って取り調べを受けちゃうみたいなことが一般の人でも実はあり得るんです。なのでこの中にちょっとしたら公安の人がいるかもしれない。アンチに負けてるかもしれない。そういうことなんで、もうそろそろ到着するかと思いますので、斉藤さん来られましたら、アンチの方々も風虫で、警察の人もいないということで、斉藤さんに全集中でお願いします。で、これまで斉藤さんの街頭演説が基本的に本人の意向で、同じ目線で喋ってたんですね。なんか偉そうだから嫌だなみたいな感じで。でも顔見えへんやんと、せっかく来たのと。そりゃそうだなっていうことで、ね、いよいよやっぱり本人も疲れがやっぱり肉体的に来てるんですよ。
17日間ですから、西宮市議会議員、普通の市議会議員の選挙だったら1週間です。で、僕選挙中めちゃめちゃ食べてめちゃめちゃ筋トレするんですよ。で、僕でも1週間で3キロ減るんですよ、体重。斉藤さん17日やったらもともとシュッとしても多分消えてなくなるぐらいの感じになっちゃうんで、そのやっぱ体力もメンタルもどん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 削られていく。で、それを高いところに立ってくださるので皆さんの顔を見て元気もらいたいっていう感じなので、ぜひプラスエネルギーを送ってあげてください。何卒よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。多くの皆様がここ元町大丸前にお集まりいただいております。改めて心から御礼を申し上げたいと思います。元兵庫県知事の斉藤元彦でございます。どうぞよろしくお願いします。選挙戦12日目になりました。大変厳しい選挙戦でございます。私は組織や政党の支援がない中で、さあちょっとお願いします。すごいです なんでこんなやつ。選挙戦12日目です。私は組織や政党の支援がない中での選挙戦になってます。大変厳しい戦いでございます。だからこそ皆さん一人一人の力をぜひ私に与えていただきたい、貸していただきたい。これは本当に斉藤元彦の切なる思いでございます。どうぞよろしくお願いします。このように多くの皆さんが大変平日の夕方、本当だったらもう家でご飯食べてるかもしれない、飲みに行ってるかもしれない、そんな時にお越しいただいたこと本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。選挙戦は本当に厳しい状況です。一人一人の皆さんの力が不可欠なんです。どうぞよろしくお願いします。3年前に知事に就任して、本当に3年間全力で県政改革に取り組ませていただきました。本当にこう20年続いた井戸県政の後の知事でしたから、いろんなことをやっぱり変えていかなきゃいけない。そして改めて財源を生み出して、未来の子どもたち、県民の皆さん、高齢者や障害のある方、全ての方にとっていい兵庫県を作っていきたい、そんな思いで3年間全力で走り切ってきました。今回文書問題で本当に皆様にご心配をおかけしたこと、そして斉藤元彦大丈夫か、ちゃんとやれという思いを本当に抱かせてしまったということ、心からお詫びを申し上げたいと思っております。今回の選挙もそうですけども、やっぱり仕事というものは一人ではできないんだということがよく分かりました。選挙の時 もう自分一人で立ち上がるという思いでした。だけどやっぱりそれだけではダメで、いろんな知人や友人、ボランティアスタッフの皆さん、そして多くの県民の皆さんの支えがあって、今ここまで選挙戦をなんとか走っています。仕事も一緒で、やっぱり多くの皆様、これは県議会も県職員もそうですけど、多くの皆さんとのやっぱりコミュニケーション、対話を尽くして自分の思いをもっともっと丁寧に丁寧に伝えていく、そしていい政策、いい仕事をやっていくためにチームでやっていくということが本当に大事だというふうに思います。周りへの感謝の気持ちをもっともっと私自身が抱く、そして何よりも地位というのは大きな立場ですから、謙虚な心、謙虚な気持ちを自分の中に刻み込んで、これからも生まれ変わって一からのスタート頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうかご支援ご理解よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しいです。3年間の改革でやっぱりいろんなものを変えてきました。県の貯金も私が就任した時は30億円だったんです。これは本当に少ない金額、隣の大阪は1000億あった。これを改革をしながら一つ一つ貯めてきて、そしてそれがようやく今年決算で100億円を30年ぶりに超えて130億円まで積み上げることができました。
本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。こうして生み出した財源を未来に向けた子どもたちへの投資、学生さん、若い世代への投資に私はもっともっとやっていきたい。まだまだ不十分なんです。特に県立高校、7割の学生さんが県立高校に今兵庫県で通っておられます。トイレも和式のまま、部活の道具もボロボロ、バスケットボールもツルツル、壊れたプールを直してくれない、いくらかかるか調べたら70万円です、言われました。1000億かけて県庁舎を建て替える、そんなお金があるんだったら70万円すぐにでも子どもたちのためにプールを直してあげるべきだと私は本当に思ったんです。いかがでしょうか。こうした子どもたちへの投資は兵庫県はできてなかった。県立高校1校あたりの予算、令和2年私が知事になる前全国で46位だったんです。全く子どもに予算がいってなかった。未来を担う若者への予算が足りてなかった。だから私は県政改革を進めてきました。1000億かけて県庁舎の建て替えをする、これは県民の皆さんの理解は絶対に得られない。全て税金借金ですから一旦白紙で見直しをした、凍結をした、ものすごい反発がありました。日本一多いとされた海外事務所、兵庫県は全国で多い5つもあった。年間数億円かけて家賃や人件費、県の職員がパリの事務所に行って数年間悠々自適に暮らしている、そんなが許されるのかどうか。5つあった海外事務所をまずは3つまで減らした、これでもまだまだです。年間数億円かけて海外事務所を維持するんだったら、それを全て廃止して不妊治療の支援だったりとか不登校の対策、こういった子どもたち、困っておられる方、頑張ろうとしている若者たちへの支援に回すべきだと思います。いかがでしょうか。県立大学の授業料の無償化もようやくスタートしました。だけど議会の猛反発があります。特に自民党からの反発が強い。 2% の子どもたちしか対象になってない、なんでこんなんを斉藤は進めるんだ、そう言われることが多いです。だけど考えてみてください。今奨学金の返済で苦しんでおられる若者たくさんおられるんです。3人に1人が平均で300万円、僕もそうでした。これが結婚や出産、子育て、多くの若者が将来を考えるときにすっごくハードルになってます。だからこそ大学教育の無償化、兵庫県は全国で初めて県立大学を大学じゃだけじゃなくて大学院、しかも後期課程まで全て県内出身の方を無償化する、これを今年からスタートさせていってます。ぜひこれを完成に向けてなんとか皆さんの力を与えていただきたい、これは私の思い。たった 2% の学生かもしれないですけども、やっぱりこれを兵庫からスタートする、国に訴えかけて全ての国公立大学、そして私立大学の授業料をできるだけ無償化に近づけていく、それをぜひ兵庫県が先駆けとなってやるべきだ。皆さんそう思いませんか。不妊治療の支援、不登校で困っておられる小学生、中学生、保護者への対策、留学したい高校生がいれば応援してあげる、有機農業を食べたい、給食で使ってほしい、そんな保護者の声が高いんです。そういった保護者の声、未来の若者、未来への投資、これをもっともっと私が進めさせていただきたい。高齢者や障害のある方、全ての方にとって大切なのが医療、福祉、介護です。医療の現場は本当に今大変です。医師の働き方改革の中でどうやって医療を維持するか、高齢者の皆さんが安心して受けられる医療体制をしっかりと構築していく必要があります。介護の問題、本当に大変。今日神戸市の北区に行ってきました。本当に介護のステーションがいっぱいあるんですね。高齢者の皆さんも支える介護の人材がいないんです。処遇改善をしてもっともっと介護を担っていただける方々を増やしていく必要があります。福祉の現場もそうです。障害のある方が今県内で本当に多くのところで事業所、作業所で働いておられる。
そこで作っているもの、本当に素晴らしいんです。県庁でいろんな販売会をやらせていただきます。クッキー作ったりとか、いろんな小物を作って一生懸命ものづくりをされている障害者の方が、障害をお持ちの方が、障害のある方がたくさんおられます。その工賃をアップして、そして作ったものを私自身がもっともっと PR をして、県民の皆さんに知っていただいて、使っていただいたり食べていただくことをする、こういった全ての県民の皆さんの暮らし、命、生活を支える、もっとより良い、より良い県政を私は作るべきだと思うんです。皆さんいかがでしょうか。今回不信任決議案が可決されました。前回一致の判断でした。大変重い判断です。私自身は知事を失職し、一から出直す、一から兵庫県知事選挙に挑戦するということにさせていただきました。この半年間本当に厳しい毎日毎日でした。いろんな方から辞職しろ、メディアの皆さんからも道義的責任を取って辞めて、議会からも辞めて、県議会以外にも職員労働組合、副知事からも辞職しろ、そう言われ続けた半年間でありました。本当に実は結構辛かったんです。鋼のメンタルって言われてましたけど、決してそんなことはなくて、やっぱりしんどいしんどい毎日、逃げ出したい、朝起きた時、今日もしんどいな、もうやめてしまったら楽だろうな、そんなことを思うことも本当にあったんです。だけど自分がやってきたことは決して間違ってない。県民の皆さんにとっての政治をやる、行財政改革を進め、皆さんにとっての県政、県民の皆さんにとっての政治をやっていく、この信念をもとに、私はこの半年間歯を食いしばって頑張ってきました。ありがとうございます。最後県庁を去るとき、私は本当に一人だったんです。みんなが去ってしまった。今まで応援してくれた人もみんな去ってしまった。だけど9月の末に失職をして、駅で街頭活動を始めさせていただいた一人からのスタートでした。毎日毎日駅で街頭活動する中、本当は最初は心細くて不安だった。メディアの報道が厳しい中で、斉藤元彦は大学に、週刊誌の報道も加熱してました。家まで来た、マスクをしてサングラスしないと出歩けないような時もあった。一人でスタートして石投げられるんじゃないか、本当に殴られるんじゃないかっていうぐらい思いました。だけど一日一日やっていく中で、一人一人県民の皆さんがうなずいてくれたり、ガッツポーズしたり、握手してくれたり、斉藤さん負けるなよ、頑張れ、負けたらあかんで、応援してるで、そんな声が広がってきたんです。 X でもハッシュタグ斉藤知事頑張れ、トレンド入りしてきました。こういった応援の輪は少しずつ広がっている、これを感じた1ヶ月です。そして何よりも、ここ元町大丸前に、この平日の忙しい夜時に、こうして多くの皆さんが私の話を聞きに集まってくれている、立ち止まってくれている、これこそが本当に厳しい選挙戦、この数日間なんとか頑張っていきたい、なんとか勝ち切る、負けるわけにはいかない、その思いを本当に強く勇気をつけてくれます。ありがとうございます。最初は一人で思ってましたけど、多くの方々が見てくれてるんです。最近本当にお手紙をいただきます。今日もたくさんいただきました。もう家には100通以上手紙があります。毎日寝る前に読まさせていただいてます。本当に嬉しいです。応援してくれる方、頑張ってねと、県外県内からもたくさんの方が手紙を書いていただいてます。だけど本当に思うんですよね、皆さん一人一人本当に厳しい状況、辛い状況にある方がたくさんおられる。ご自身が病気になっておられたり、家族が病気、そして会社の経営がうまくいってなかったり、職場での人間関係がなかなか大変、ストレスを感じてます。そういった孤独にある方、一人で悩んでいる方、たくさんおられるんです。だけど皆さん、皆さんは絶対一人ではないんです。私もそうでした。大変辛い状況、逃げ出したい状況があったとしても、毎日毎日頑張って、前を向いて頑張っていけば、必ず必ず誰かが見てくれている、応援してくれる人がいる、そして事態は、状況は必ず良くなってくるんです。だからこそみんなで支え合う、そんな社会を作っていきたい。正直者が報われる、そんな社会を皆さんと一緒に
作っていこうではありませんか。今回の選挙大変厳しいです。私は組織の政党の支援がない一人からのスタート、組織票は大変強いです。だからこそ県民の皆さん一人一人の力が必要です。一票一票の力が集まれば組織票にだって負けるわけにはいかない、勝ち切るんだ、そういった皆さんの力をぜひ斉藤元彦に与えていただきたいんです。よろしくお願いします。大丈夫という言葉は本当に心強いです。私も何度も何度も大丈夫やで、斉藤君大丈夫やで、その言葉に救われてきました。これからの戦い本当に厳しいですが、ぜひ斉藤元彦に皆さん一人一人の力を与えていただきたい、貸していただきたい、組織票にも勝てる、そのためには県民の皆さん一人一人の力が必要です。今回の兵庫県知事選挙は兵庫県の知事を決めるそれだけの戦いではありません。日本の社会や政治の在り方を変える、そんな大きな分岐点になる可能性があります。メディアの報道は本当に正しかったのかどうか、今多くの皆さんが X や YouTube を見て自分で判断されています。子どもや小学生だけじゃなくて社会人、そして高齢者の皆さんも YouTube を見て何が正しいか、 X を見て何が判断すべきかということを捉えておられる。政治は本当に県民の皆さんを向いているのかどうか、県議会、確かに応援してくれる県議会の皆さんもたくさんおられます。しかし一部の県議会議員、政局や組織、選挙のことだけを向いて判断をしてないか、そういった動きをしてないか、お一人お一人が何が正しいのか、そして何が真実で、そして何が兵庫県にとって正しいのか、それを皆さんが判断する、それが今回の兵庫県知事選挙。私も確かに反省しなきゃいけないところ、改めるべきところがたくさんあります。だけど43歳で知事になって今46歳、15日で47歳になります。まだまだ仕事をさせていただきたい、まだまだいい施策、いい事業を県民の皆さんにとって大事なものをもっともっとさせていただきたいんです。だからこそ皆さんのお一人お一人の力を斉藤元彦に与えていただきたい。組織票がなかったとしても、組織票に勝てるぐらい県民の皆さんの力があれば、一人一人の力をぜひ斉藤元彦に与えていただきたいと思います。みんなで兵庫県をもっといい政治、もっといい県政を一人一人皆さんの一票一票で作っていきましょう。いかがでしょうか。最後にお願いがあります。期日前投票、もう何度も言ってますけど期日前投票ぜひ行ってください。そして期日前投票行った方はぜひ周りの方、知人や友人、会社の方、しかもそれとやっぱり田舎の両親とか田舎のおじいちゃんおばあちゃん、斉藤元彦と投票していただけるようにぜひお願いします。全ての県民の皆さんが幸せに暮らしていける、そんな躍動する兵庫の実現が私の大きな目的です。どうか皆様、兵庫の躍動を止めない、この言葉のもとに皆さんの一人一人の力を私斉藤元彦にお与えいただくということを心からお願い申し上げまして、私からの決意、そして皆さんへの訴えとさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。